おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。この前11月13日日曜日は上町のイベントで上マルシェというができました感じで準備しました。いろんな出店者が集まって、まあ、たくさん人が集まるイベントがありました。そこに出店してきました。その時にこういう燻煙器とかも巣箱とか展示で使ったので、その時ね結構煙担当も来てくれて、あのピカピカに磨いてくれました。なので今日もね煙がとってもいいです。今の気温は、12度です。ちょっとね雨降ってました。朝まで湿度が 80%。 この A 群はね、まあ、特にいつも問題ないのでそんなに心配はしてないんですけど、どうでしょうか。ところでここにね、さっきまでちょっと弱ってたけども、一応こういう弱ってたけど黄色スズメバチが入ってました。でもこれすごく弱ってたし小さいし、どうしたんでしょうね。ちょっとここ置いときましょう。はい、それでは開けてみます。昨日ねマイナス3度まで寒かったので、スモンは新聞紙で3分の1ぐらい狭めてあります。ちょっとねどこまでしてあげるかって感じなんだけど、今の時期ね、まあこうやって蓋の上に新聞紙、いつも師匠こうやってやってたので、これは引き続きやってます。ではちょっと保温のつもりで入れてます。前回ね1段にしたのでこれは除熱、8、あれだね、ほんと急に減るって言うけどほんと減ってる感じする。1枚減らしていいかも。鉢いっぱい詰まってる。どうなんだろう。ここ女王鉢さんいました。ちょっともうね最後らへんになるかもしれないから今の女王鉢さん写しとこう。はい、これが A 群の女王鉢さんです。もう産卵してないかな、体小さくなったよね。頑張って冬越ししてね。今年最後のじっくり内見になります。よし。で今ね気温は12度、なんか上がったり下がったりしてるね気温は。 A 群はちょっと違うね、切り方がちょっと早くてあれって感じだったんだけどね。だからはい、これは予備の除密枠として入れてます。軽いけど除密もしてある。落ち着いてるから大丈夫そうだね。という意味ではE群全然落ち着かないけどね。落ち
落ち着いてないんだけど、ダニはいないんだよな、あんまり。止まってるか確認したいんだよね。止まってたら安心できるんだよね。はい、 A 群の女王蜂さんです。もうだいぶ体ちっちゃくなったから産卵は止まってるかな、そんな気がします。うん、お尻ね、お腹がちっちゃくなった。もうちょっと鉢を落としてどうなってるか。めちゃめちゃの枠と交換します。ね。これはなし。交換します。終わりにしときます。で、今度冬越しのカバーするときに、カバーするときに枠対数の調整をしようかな。今のとこはこんなもんかな。2、4、6枚か、ちょっと少ないけど、シーズン最後の内見をします。こちらは A 群です。 A 群落ち込んでますか。落ち込んでるよね。うわ、結構いっぱいいるね。あ、これも軽いわ。あ、ジョーバチさんいた。蜜がいっぱいあるやつと交換したいから、これも軽めだね。蜜がいっぱいの巣を、これからさ、これは結構重たいわ。これ大丈夫。あ、これ全然いっぱい入ってる。ここで OK。 これは結構軽めなんだよ。帰ってみましょうか。体験終わりました。これから冬学校にします。
古いお盆。